はい、お疲れ様です。店長です。本日はですね、11月の5日ですか、インセクトディスカバリーの方に来させていただきました。今回はですね、コラボということで、こちらのですね、お二人も応援に駆けつけてくれたんですよ。自己紹介お願いしてもいいですかね。クワカブの部屋の三森です。こんにちは、タイタソチャンネルのタイタソです。本日はですね、アールファームさんのブースですね、はい、それぞれが持ち寄ったものをですね、出したいと思ってるんですけれども、その前に、はい、虫を売るつもりがグッズ売ろうとしてるよね。何これ。僕のチャンネルで特大ケージっていうので、そこの土をしっかり処理して瓶に詰めて販売してます。記念品です。500円です。あ、リーズナブル。はい、長年かけた歴史の土です。歴史の土ですね。これのちっちゃいのじゃ物足りないよっていう方のために、特大ケージの土プレミアム、ちゃんと生態もいるんで。テラクレスなんですね。でかっ。これ一番でかいです。これすごい、これ素晴らしい。これが33,000円。そんな高ないな。これは素晴らしい。変わりだ。ちなみにね、私はですね、1本だけ。一本勝負なんですか。マスターとのゴギリクワガタくんですよ。ペアでもないですね。おっさんです。おっさん。お寿司が出へんか。まあ立派です。私が大事に育ててます、ね。はい、どうする、なんか勝負する。どっちが先に完売するか。これ何匹ぐらいですか。9匹。じゃあ、でもクワカブの部屋って今登録者数何人ですか。3万人ちょっとっていう感じです。あー、私よりも10倍以上いますよね。クワガタカブトムシ系のやつですね。でも今日何のイベントですか。まあ、クワガタカブトムシですよね。まあ、人数で言うとですね、ありがたい話。間違いない、はい、クワガタカブトムシだけをやってるチャンネルで登録者数多分トップだ。じゃあ勝負しましょうか。あ、じゃあ販売どっちかがするか、何パーセント売れたか。言うてもね、私の場合やったらね、一つ売れたらですね 10% 以上です。あ、そうですね。9匹しかいないわけやから。いっぱい持ってこられてね。成虫ペアとかが27点ぐらい、グッズが30点ぐらいある。ああ、なるほど、はい、じゃあ互角の勝負。いや、どうかな。じゃあタイタスさんもね。いや、持ってきてますよね。持ってきてますけど、タイタスさん何持ってきはったんですか。私はグッズの割合の方が多いです。お、ほら、やっぱそうなんですよ。グッズの生態はちょっとです、はい、ああ、なるほど、ね。やっぱタイタスさん今登録者数なんで10万。それでも僕の数倍ですよね。ほぼ同じくだりやろうとしてますけど。2人とも誤解してるんですよ、はい、私は勝負が好きなんじゃないんです、はい、勝つのが好きなんです。今回の私のテーマが、はい、虫で利益を取るのか。クワガタムシカブトムシって基本趣味の世界ですから、なかなかこれだけで食っていくのは難しいと思う。まあ難しいですね。っていうことはですね、避けて通れないのが、はい、高い虫ですわ。高い虫。まあ、おのおの飼育したい生態で持ってない子がいたらみたいなことです。まあ、どうしてもね、飼ってる種類がね、2人に比べたら私劣るんで、今現時点の相場でそれなりにまとまった値段がついてるやつを取れたやつで渡します。ただ条件としては2人にもあまり気を使ってほしくないっていうのがあるんで、数も限られたやつじゃなくて、ある程度みんなが出してもええかなっていうやつ、そういうふうな条件にします。わかりました。そんなわけでやらさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。無理のない金額帯でぜひ参加してください。よろしくお願いします。順番はこの順番でやります。スタート金額はバラバラです。1円100円でスタートするものもあったらば、結構お高い金額でスタートしているものとかも当然あります。希望者が0人だったらば、その商品は流れることになります。それじゃあですね、早速1品目いってみましょうか、うん、スタート金額先に言いましょうか、はい、100円です。オニクワガタ幼虫5頭、産地はですね、兵庫県にある兵庫線っていうところになります。それでは行ってみたいと思います。100円からスタートになります。大きく手を挙げてください。あ、いた、いた、はい、500円。こちらの方600円。600円です。全然全然。1000円きました。1000円以上いませんか。よろしいでしょうか。オニクワガタ幼虫5頭、兵庫線さん、1000円でご覧になります。ありがとうございます。続いての種類、じゃあ早速いきましょうか、はい、こちらの虫なんですけれども、虫の名前はですね、インターメディアツヤクワガタ。スタート金額1円です。もちろんペアです。さあ1円から手を挙げてください。さあ、どなたかおられますか。手を挙げたら僕が当てます。はい、こちらの方500円。お、500円がつきました。さあ続いては500円以上です。どうだ。はい、1000円です。1000円まだいく。どうする。挙げてる。僕1200円。少年の1200円。大人の力使って大丈夫ですよ。どうでしょう。オークション。あ、おー、来た。1500円です。さあどうする。1500円以上いるかな。お、1600円。あ、上げてます。2000円。2000円やったらばまだお買い得だと思います。あ、上げてる。あ、少年いくらだ。2500円。おお、2500円。勇気を出したな。さあ2500円以上いますか。大丈夫ですか。2500円で決定させていただいていいですか。はい、おめでとうございます。2500円です。それ
3点目ルデキンツヤクワガタになります。オスタンでスタート金額2000円からになります。さあどうでしょうか。いないかな。どうだろうな。いないですか。いないですか。いなかったらばルデキンさんは残念ながらなしでございます。残念でございました。ありがとうございます。ちょっとですね、巻きの指示が入りましたんで、まだまだ次のやついきましょう。1円スタートの鬼門つぼ細かな本となっております。オスメスペアです。ペアです。はい、まず500円きました。700円、1000円、1200円、1500円、1800円、2000円、2500円、2700円、3000きました。はい、それでは3000円で決定となります。ありがとうございます。続いての虫が5点目になるのかな。これはクワガタの国産クワガタですね。ごとき市産出元祖奈良和でいいのか。奈良和ですね。ちなみ系とペアとなってます。これでかくね。87mm でかで、メスも 56mm。 それじゃあですね、スタートが19800円。19800円、元値が7万。そうです、元値7万だそうです。有名キュットはすげえな。希望の方じゃあ手を挙げてもらって19800円から。はい、お25000。おお、いきなり、いきなり25000。決定でよろしいですか。それでは25000円で決定とさせていただきます。さあ、6点目です。オスのサイズ 104mm のパラワン大平タクワ。パラワン1円スタートです。手を挙げてください。1000円、2000円、3000円、5000円。アグリオンゾーカブトです。5000円か。5500円、6000円、7500円、8000円、8500円、早い、8500円、来ました9000円、9500円、あー9500円、お、1万、1万500円、1万2000円、1万2000円来た。1万2000円で決定でよろしいですか。それではおめでとうございます。1万2000円で秋を取るの決定でございます。さあ、売り上げですね。どれだけ売ったか、何パーセントぐらい持ってきた在庫から個数が売れる。107点あって21点残りました。三森さんの結果 80.4%。 80%、 素晴らしい。じゃあアイドル、生態はほぼもう残ってなくて、グッズも完売してて、ほぼ完売してないよ。うちわがある。ほぼうちわだけで9割ぐらいです。ほぼ完売ってことですか。ほぼ完売です、うん、すごい。じゃあ営業のプロフェッショナルと言われた、そのお礼の結果を教えようじゃないですか。ハスタートオス単品だけで攻めた俺の結果ですね、はいはい。9匹持ってきた、はい、6匹売れた、 66.66666 ってことは、ってことは最下位だ。最下位だ。ビリだよ。そんなわけでね、バッテリーも切れますんでね。じゃあお土産楽しみにしといて。約束は守るよ俺。ちゃんと俺が買ってる虫の中で増やしたやつで、それなりの値段つきそうなやつをまた送りつけますんで。ありがとうございます、はい、それじゃあまたね。お二人ともありがとうございました。概要欄のところに三森さんとタイタストさんのチャンネル あのリンクも貼っておきますんで、よろしくお願いします。お願いします。くそ、納得いかない。